全国各地の馬主たちが手塩にかけて育てた自慢の競走馬、最も強い一頭を決めるドリームレース、ブリーダーズカップが間もなくスタートします。スタートしました。好スタートは2頭、ペイソウナ、アルトアイゼン。まずは先行争い。早くも先頭5番マサトシキュール、2番マネーロンダリング、内から追い上げる。4番アルトアイゼン好位をキープ。3馬身相手1番キューエスプレッソ、離されて最後方3番ペイソウナ。各馬第3コーナーをカーブしていきます。ここから先頭までは10馬身以上。先頭は変わらずマサトシキュール。 600m の通過タイムは34秒2。後ろに2番マネーロンダリング、4番アルトアイゼン後位につけました。3馬身相手1番キューエスプレッソ、3番ペイソウナ、差が開いて最後方。4コーナーカーブ、直線コースに入ります。さあ直線の攻防、400を切って先頭マサトシキュール、そしてマネーロンダリング、マサトシキュール粘っている。坂を登ってマサトシキュール、追い込み勢にはペイソウナ。ここで先頭が入れ替わる。キューエスプレッソ伸び足がいい。マサトシキュール、キューエスプレッソ、キューエスプレッソ押し切ってゴール。勝ったのはキューエスプレッソ。鞍上は国分京介騎手。勝ちタイムは1分19秒0。キューエスプレッソブリーダーズカップを見事勝利しました。2着マサトシキュール。